うも、たかひろ GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね、3月10日かな。はい。もうすぐお昼ですね。11時42分です。はい。てなわけで、今日はね、ご覧の通り、雨降ってます。はい。ということで、まあ、S6 で雨の日どんな感じか、みたいなね、動画を、これからね、撮っていきたいと思いますけど、はい。本当はね、午前中でもね、どっか走り行こうかなと思ったんですけどね。まあ、こんな雨の中じゃね、ちょっとね、ってことで。うん。で、どうかな?この音聞こえるかな?このね、ホロの雨音。うん。結構聞こえますよね。うん。なんていうかね、傘みたいな感じですよね。結構大きな音が中に入ってきます。まあこれね、なんていうか、S6 に限ってないと思うんですけどね。まあホロシアだったら、まあやむを得ないというかね。まあこんなもんかなという感じしますけど。まあただね、走行中はそんな気にならないというかね。まあ走行音もでかいんでね。うん、ただまあなんていうか、音楽は聞きづらいのは間違いないです。はい。まあそれは普段でもそうですけどね。はい。ってな感じです。まあ、とりあえずね、雨漏りとかそういうのはないですね。うん。ああ、いろいろ曇ってきちゃうね。で、ワイパーを動かします。で、ワイパーはね、割と標準で、まあ、完結ワイパーだしね。まあ、時間調整もできるし、この辺はね、まあ、大体のホンダ車だったら標準装備されてるような感じですかね。アルトワークスとかね、そういうのはなんか完結ワイパーがないみたいな。俺なんか聞いたことあるんですけど、うん、やっぱあると便利ですよね。うん、まあ、ちょっとね、いろいろ曇ってきちゃうね、やっぱ。はい。じゃあちょっとね、走行の方をしていきますか。うん、はい。で、ちなみにですね、あのね、エンジンフードに穴開いてるんですけど、もちろんこうやってね、雨の日とかね、うん、駐車中はガンガン雨入っちゃうわけなんですけどね。うん、僕ね、割とね、最初の頃っていうかね、まあそういう時は、雨降ってる時は、あの100円ショップで売ってるようなあのマグネット、あの平たい白いやつ、うん、それを買ってね、まあ、雨の日はそこに貼り付けてたんですけどね、今もね、車には一応積んであるんですけど、使ってないです、もう最近。もうめんどくさくて。ちょっと今ね、発進しますね。はい。まあ、吹けばいいかなって感じだしね。結局ね、そこを塞いだところで、でも入ってきちゃうんですよ。結構隙間が多いんで。うん。なんで、今は、もうやってないです。よっぽどもう、防具の中だったらね、うん、つけるかもしれないけど。で、ちなみにうちはね、屋根付きなんで、まあ、必要ないですよね。まあ、会社ですよね。仕事行った時、まあ、もちろん露天なんで、まあ、そういう時はって感じで、うん。そんなにね、汚れないかな。うん、まあ、大丈夫ですけどね。はい。なんか、フードみたいのね、買ってつけてもいいんですけどね。まあ、いいかなって感じ。これ走行中はね、特に、まあ普通の車と変わらないですよね。うん、よいしょ。ただね、室内が狭いんで、まあ言われるように、あの、曇りやすいですね。まあ、やっぱフロントとか、うん、特に僕は喋りながらこうやって撮ってるときは、うん、まあそのぐらいかな。はい。このね、ワイパーも時間で早くできたりできるんで、それがすごい便利です。うん、はい。今ね、この動画がね、本当に在庫がなくて今。ネタ切れ中とかね、なかなか走れ行ってないんで、うん、今日ね、結構ね、午前中晴れてたまではいかないけど、雨降らなかったんですよ。なんで、
出かければよかったかなと思って、もう 雨予報だったんでやめてたんですよね、あとね、あの具合悪くなってから、あの胃腸炎やってからね、あれ以来ちょっとバイクに乗れてないですよね、で最近ちょっとね暖かくなってきたんで乗ろうかなと思ってたんですけど、ちょっと朝掛けはちょっとまだ寒いかなと思ってたんですけどね、まあ、次の休みの時は晴れ予報なんでそこでちょこっと乗ろうかなとか思ってますけど、はい、まあ、車はね雨の日でも、でちなみに僕のね忍者250で雨の日1回も走ったことないんでね、まあ、それを動画化するっていうのもありだとは思ったけどね、ちょっとね今そういうカッパとかないんで、今度ねそのワークマンプラスだっけ、そういうとこで防水のアイテムを買おうかなとかちょっと思ってます。またそういうのを揃えてからちょっと動画作ってみようかなとか、最近そういう動画のネタをね考えるのが大変になってきてますね、はい、でこの動画もいつ放送するかわかんないですけどね、まあ一つのストック動画として、まあ一応ねこうやって雨の日 S6 でどんな感じかってのをねお伝えできればと思いますけど、でちなみにですねフロント側にもねいろいろ穴が開いてて、水が結構入ってきます。まあそういう設計なんでね、まあ入って困るって感じではないんですけどね、行かせてもらうよ、よいしょ、はい、だいたい雨降って走ってきた後はちょっとまあ後ろもそうですけどボンネットやらトランクを開けて、まあ中をふきふきしてね、まあそういうことをやってるんで割と案外綺麗です、毎回綺麗に洗われてる感じなんで、結構エンジンルームってすごく汚くなると思うんですけど案外綺麗ですね、で普通の車もあの、まあ、普通の車っていうかねフロントに、まあ、大体エンジンついてると思うんですけど、まあ、雨の日ね、まあ、ねボンネットからっていうよりもグリルから入ったりするんでね、そう考えるとそんな変わんないのかなとか思っちゃいます。逆にねフロントエンジンの時の方が汚れがね結構ついちゃって、なかなか取れなかったりしますけどね、 S6 は綺麗ですね、はいって感じでした。で僕の車にはあのデイライトがついてるんで、まあ、その動画も作ってあるんですけどかなり前にね、またその動画も、まあ、近々お送りさせていただきますけどね、まあねこういう雨の日とか暗い時は、まあ、できればねポジション、まあ、つけたり、まあ、早めのライトオンを心がけてますけどね、まあ、ちっちゃい車なんでね、まあ、このぐらい暗かったらライトオンしちゃってもいいんですけどね、まあ安全のためにねしてます、はいって感じでした。わあ今ねグラサンかけてるんですけどグラサンが曇っちゃうまたねまあいろんなところ走り行きたいですね、はい、でこの頃がねどのぐらい耐久性あるかだね、案外強くはできてるとは思うんですけど、はい、どうしようかな、このまま真っすぐ行くかな、曲がるか、よいしょ、はい、今考えてるのはこのブローフバルブ、まあ、せっかくつけたのに
ね、ほとんど変わんないんで、一回ね、大気解放を近々試してみたいです。ちょっとめんどくさいんですけど、ちょっといいやり方を発見したというかね、ちょっと考えたんで、今そのちょっと部品を注文してますんでね、それが来てからやってみたいと思います。ちょっとそれがもうね、まあもちろん動画化しますけど、ちょっと先になると思うんでね、うん、まあ乞うご期待というか、うん、僕もちょっと楽しみでありますけどね、まあ、せっかくなんでね、大気解放を、あ、おそらくね、その1か月、あ、6ヶ月単元か、うん、それ終わってからやるかもしれないですね。一応車検通らないので、大気解放のままね、あの点検出したら多分言われちゃうと思うんでね、まあその半年点検とか6ヶ月点検が終わってからやってみたいと思います。はい、てな感じでね、今回は雨の中のその S6 って感じでお送りしましたけど、いかがだったでしょうか。この動画がねボツになるとちょっと痛いんで、本当に在庫がないんで今はい、まあ、こんな感じでしたということで、まあ、雨の日でも大丈夫ですね、変わりないです。はい、それではね、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。よしよし、うわー、うっす。